ここはウエスタンバーだから、ジュースを飲むのもルーレットもお付き合いするけど、もちろん、もっと特別なサービスもあるわよ。指揮官ちゃん。ううん、伝説の賞金稼ぎと呼んだ方がいいかしら。そう？その…委託組が戻ってきた？どうする？一度切り上げちゃう？指揮官ちゃんが注文したジュースよ。あら？こぼして服にかかっちゃったわね。指揮官ちゃん。ううん、一つギャンブルでもしてみない？勝った方は負けた方に何でもしていいって感じで、例えばバーン。指揮官ちゃんが注文したジュースよ。あら？こぼして服にかかっちゃったわね。それでもまだ味わいたいの？指揮官ちゃんが注文したジュースよ。あら？こぼして服にかかっちゃったわね。それ。私、指揮官ちゃんにはもうちょっと面白くなってほしいな、なんて。指揮官ちゃん、ジュースはいかが？スモークモルトもあるわよ。それとも、渇きを癒す方法なら、いくらでもあるでしょ？ウエスタンドレスがいい感じでしょ？ほら、ここを掴んで、軽く引っ張れば。すぐ外せるわ。指揮官ちゃん。ううん、伝説の賞金稼ぎと呼んだ方がいいかしら。そう？その方が入り込めるって？一つギャンブルでもしてみない？勝った方は負けた方に何でもしていいって感じで、例えばバーン。一つギャンブルでもしてみない？勝った方は負けた方に何でもしていいって感じで、例えばバーン。指揮官ちゃんが注文したジュースよ。あら？
こぼして服にかかっちゃったわね。それでもまだ味わいたいの？指揮官ちゃんが注文したジュースよ。あら？こぼして服にかかっちゃったわね。それでもまだ味わいたいの？ドレス姿の方が好きみたいね。髪が乱れてた方がもっとその気になれそう？つまんない任務はさっさとこなしてきて。後で楽しいのを見せてあげるから。つまんない任務はさっさとこなしてきて。後で楽しいのを見せてあげるから。任務完了のご褒美に別に興味はないけど、指揮官ちゃんが私にくれるご褒美には、すごーく興味あるわ。指揮官ちゃん、あなた宛てのメールよ。なんでもないの。ただ、紙じゃなくて、体に書いたらどうなるかなって思っただけ。指揮官、ようやく戻ってきたわ。ルーレットなんてもう飽きたし、もっと楽しいことをしようよ。ん？みんなが見てるって？見せたっていいでしょ？委託組が戻ってきた？どうする？一度切り上げちゃう？ユニオン所属、ボルチモア級従順のピッツバーグよ。マッキースポートなんてつまんないあだ名。気になるなら、私の話と一緒にじっくり教えてあげる。場所は、とりあえず私の部屋でいいかしら？指揮官、ようやく戻ってきたわ。ルーレットなんてもう飽きたし、もっと楽しいことをしようよ。ん？みんなが見てるって？見せたっていいでしょ？指揮官ちゃん、ジュースはいかが？スモークモルトもあるわよ。それとも、渇きを癒す方法なら、いくらでもあるでしょ？私、指揮官ちゃんにはもうちょっと面白くなってほしいな、なんて。私、指揮官ちゃんにはもうちょっと面白くなってほしいな、なんて。
つギャンブルでもしてみない？かきって感じで。例えば、指揮官ちゃん。うん、伝説の賞金稼ぎと呼んだ方がいいかしら。そう？その方が入り込めるって？ドレス姿の方が好きみたいね。指揮官ちゃんが注文。ウエスタンドレスがいい感じでしょ？ほら、ここを掴んで軽く引っ張れば。すぐ外せるわ。髪が乱れてた方がもっとその気になれそう？ギャンブルでもしてみない？勝った方は負けた方に何でもしていいって感じで。例えば、バーン。一つ、ギャンブルでもしてみない？勝った方は負けた方に何でもしていいって感じで。例えば、バーン。指揮官、ようやく戻ってきたわ。指揮官、ようやく戻ってきたわ。ルーレットなんてもう飽きたし、うん、もっと楽しいことをしようよ。ん？みんなが見てるって？見せたっていいでしょ？ウエスタンドレスがいい感じでしょ？ほら、ここを掴んで軽く引っ張れば。すぐ外せるわ。ギャンブルでもしてみない？勝った方は負けた方に何でもしていいって感じで。例えば、バーン。
委託組が戻ってきた？どうする？一度切り上げちゃう？